まあ、一緒にご説明していて運営していたあの、まあ、コンパニオンの方々いっぱいいらっしゃいますよね。でコンパニオンの方々が今日最大のコンテンツとして全員そこで座って見てる。ここにちょっと実は休憩中に来ていただいたんですかね。いや多分あのここの視線が怖くて見れないんですか。今日最大の、 あのコンテンツなんですよ。皆さんそうですよね、一緒にやってる人たちがここまでやってくれるすごい。コメントごつい物体がいるって言われてます。すいませんであの、はい、この今コンタクトしてるんですけど度が入ってないんで何も見えないんですけど。見えないんですか。コンタクトしてるんだ、はい、わざわざしました。すいません、あのこの辺のメイクとかのプロデュースで水谷さんが教えてあげてるんですか。いや違います違います、あのヘアメイクさんにちゃんとしっかりやってもらってわざわざ、はい、でもそこら辺にいる人からもっとやっちゃえって言われてここまで来ました、今マックス、はい、マックスやっちゃいました。あすいません、すごいな。でこれからあの本題に入んないといけないですね、これね。ここから説明聞くのじゃあしていただきましょう。この格好で説明を、はい、今目の前を通ってる方、外国人の方も多数いる東京ゲームショーですね。このブースの一番偉い人ですよ。このブースの一番偉い人が今この格好ですよ。集まってる集まってる。僕182cm です。これ女性用のこれすいません、クリプトンさんノーチェックですけど大丈夫ですもんね、これね。すいません、着る分には私服ですもんね。すいません私服です、あくまでね私服は大丈夫ですよ、個人の趣味ということ で、 そうです、はい、では早速伺っていきたいと思いますが、はい、あの改めましてエクスペリアの PS4 のリモートプレイの特徴について伺っていきたいんですけれども、はい、